本です。午後5時45分現在の道路交通情報をお知らせします。はじめに、京葉道路を東京方面へ走行中の方にお知らせします。花川インターを先頭に2キロほど、また花川インターを先頭に6キロほど、また10キロほど先へ。この先、左からの合流があります。この先、左からの合流があります。Thank you.